旭川市消防本部では防火安全対策の徹底を目的に、年末に混雑が予想されるスーパーや飲食店などにおいて防火設備を調査する歳末特別防火査察を今月3日から10日間行いました。この日は市内の家電量販店で消防本部の職員が関係者の立ち会いのもと消火設備の管理状況を査察しました。店内も通路幅もきれいに取れておりますし、商品の積み上げっていうんですか、それも低い状態で、いろんな避難口が見渡せて非常にいい管理状態だなと思っております。先月も一応消防訓練等もやりましたので、やはりお客様の安全と、あとは従業員の安全とを第一に考えながら、今後も営業していきたいと思っています。年末年始は火器を扱う機会が増えますので、取り扱いには十分気をつけてください。除雪や排雪についてのお願いです。旭川市では皆様に安全で快適な冬を過ごしていただくよう、車道や歩道の除排雪に取り組んでいます。住宅や私有地から雪を道路に出したり路上駐車をされますと、自動車や歩行者のほか除排雪作業の妨げになるばかりではなく、最悪の場合は緊急車両が通行できなくなってしまいます。道路交通法などでも禁じられてますので、絶対にしないようにお願いします。一人一人がルールを守ることで安全で快適な冬道を確保できます。効率よく皆様が利用する道路を除排雪できますよう、ご協力をよろしくお願いします。旭川市では12月29日から1月6日まで一般業務を休みます。出生、死亡、婚姻など戸籍の届け出が休みの間も総合庁舎1階の宿日直筆で24時間受け付けます。詳しくは広報旭川市民12月号をご覧ください。次回の旭川市民ニュースから放送時間は通常通り午前11時54分からになります。